じゃあこんにちは、はい、ゆだばさん、はい、実はある方から私メッセージをいただきまして、うん、というかメッセージを撮影してきたんですけれども、その方とちょっとお仕事ご一緒したんですよ。あ、それは俺に対してのメッセージ？そうです。おお、すごいね。ちょっとじゃあいいですか、メッセージを見ていただいても。はい、ちょっと待ってくださいね。ゆだばさん、いつから会ってないんですかちょっと久々にお会いしたいなと思っております。今日あの豊さんの YouTube の相棒森口さんとちょっとお仕事をさせていただきました。次回から豊さんの方も辞めるらしいです僕の方に来るらしいんで、僕とマリエちゃんとブスさんこう3人でこれから YouTube やっていきたいと思います。はい、豊さんお疲れ様でした上原浩二。そうです、あの上原さんと先日あのお仕事ご一緒したんですけど、今回金メダル サムライジャパン取って、アテネの話がちょっと出たんですよ、うんうん、で豊さん一緒に戦ってるじゃないですか。で最近会ってないなと、うん、ちょっと寂しいなって、はい、上原の話していいの？ちょっと上原さんのこうなんか思い出動画に。いやこれはね、はい、びっくりしたのが、うん、上原浩二と高橋由伸だったね、はい、アテネに選ばれたのが、うん、で共に巨人、うん、で巨人ってねデーゲームがなかったの、あ当時、はい、でもオリンピックになるとデーゲームが多いから、はい、2人で起きてきて、うん、朝ごはん食べてるんだよ、はい、普通だったらナイターだったらそんな時間に起きないんだよ、はい、でも体を治らすために、うん、上原浩二が食べてるんだよ、うん、うわすごい自覚だなと思ったのがまず一つ、はい、あれ何戦に投げる、台湾戦に投げる時だったかな、はい、まあ控え室があって、うん、トレーナーのところに行ったんだよね俺が、はい、上原がこうマッサージを受けてて投げる前にね、そしたら何始めたかって言ったら、はい、全身テーピングなんだよ。そのぐらい体がね、はい、もう限界に来てた、はい、まあ限界に来てたってそれで引退するわけじゃないけども、もう本当に無理してて来ててね、はい、でテーピングをしてて、うん、上原お前これ大丈夫かって言ったら、いや大丈夫です。ほんで何食わぬ顔して投げる姿を見てると、こいつの根性ってすごいなと思ったよ。あ、そうだったんですね。だからアテネの時びっくりしたのは、松坂が多分グリエルだったと思うんだけど、はい、3番若い時の、うん、投げた腕に当たったんだよ、あ、はい、ライナーが、うん、で縫い目がついてるんだよ、見たら松坂投手の縫い目、うん、でお前大丈夫かって言ったら、こうやって手握って握力が大丈夫だから行きますってマウンドに行ったんだよ、はい、で上原の見たでしょ、はい、こいつらなんて根性があるんだと思ってさ、はい、で上原一生懸命投げてて先行されたんだよね、うん、台湾戦に負けるとさ、はい、もう一回台湾だったんだよ、うん、勝てばオーストラリアだったんだよ、はい、でオーストラリア一回負けてたから、うん、台湾戦に負ければいいなと思ってたんだけど、うんうん、だけどやっぱ監督が勝とうって言って、はい、エンジンを組んで、うん、俺が言ったのはやっぱり日本のエースって上原だし、うん、で上原が投げてる時には、まあ、絶対負けれないよって言ったんだよ、はい、だみんななんかこう奮起してくれて、うん、で上原に負け投手はつかなかったんだけど、はい、やっぱ根性があるわ。すごいですね。いやすごい。でね、一回キャッチボールしてもらったことがある。そのアテネの時ですか、うん、でなんかね、バッピーかこう合宿の時にね、バッピーかなんかやるのに、あの打者相手にね、はい、あの今日キャッチボールの相手がいなくて、うん、俺が「あいいよ」っつって、うん、で「だから浩二ちょっとフォーク投げてみて」って言って、はい、こうやって構えたんだよ、はい、ここにポンと落としてくるんだよ。おえとか思って投げて、はい、うん、このこっちフォークフォークフォークって言って、はい、こっちに落としてくるんだよ、はい、フォークの投げ分けができるんだよ、すごいいやフォークって常識的に真ん中に落とせばいいじゃない、あいつ投げ分けるからねそれってやっぱりすごいことって、いやすごい、いやフォークをコントロールできる人間なんてそんなにいないから。真ん中に落とす人はいくらでもいるけど、はい、うん、で球質としてシュートしながら落ちるっていう人はいるけど、ま、はい、っすぐ落としてくる。はー、おそらくできたのは、はい、他にできたのはフォークをスライダーみたいな感じで落とすということも多分できたと思う彼は、はい、すごいテクニックが、
ごいですね。技術はすごい、まあ、技術もそうですし、あとそのやっぱりメンタル、うん、全身、その全身テーピングっていうのをおっしゃってて、とにかく怪我をもちろんなしで万全の状態で 100% でその現役時代に投げられたことは一度もやっぱりないと、ない。でやっぱりどっかに故障とか怪我とか痛みを抱えながら投げてて、やっぱ全身テーピングで当てにやってましたっていうのをおっしゃったのは、やっぱそれすごい根性というか、なんですかね、もうそれを見てるっていうのすごいでしょ。そのすごいですよね。いや俺はすごいと思った。もう目に焼き付いてるもん。あ、そうなんだ。トレーナーに、あ、もうちょっときつくしてとか、あ、やっぱり言って、うん、こうか足とかもしてたから、はい、もうちょっときつくしてとか、うん、あ、これちょっときつすぎるとか、はい、もうほんと繊細にやってたよね。いや、すごいすごい。いや、それと NHK でコメンテーターで出てたんだよね、はい、で試合後の、まあ、解説の中でね、はい、まあ、本ちゃんがあの時は新井がやってたのかな、うんうん、宮本慎也だったか どうか忘れたけど、はい、上原がいて、で北島だったかな、はい、うん、とどうですか今日の試合のポイントはって言った時に、もう一言、勝ったことがポイントだって、うん、いや重さを分かってる、もうね、あそこでね、彼がごちゃごちゃ言っても、まあ、いろいろ頭の中にはポイントはあったと思うよ、うん、だけど、この試合は絶対勝たなきゃいけないんだっていう、うん、もうそれしかないんだっていうことを、彼はよく知ってたね。それはやっぱりオリンピックを、うん、まあ、2度経験してるし、WBC も経験されてるっていうことで、いや、それで悔しい思いもしてるしね、だからいかに勝つことがポイントなのかっていう。もうひっくるめて勝つことがポイントですって彼は言ったんだけど、いろんなことが頭にあったと思うんだよ、うん、これもここがポイント、ここがポイントって彼の頭の中にはあったんだけど、それをもう集約して勝ったことがポイントですって言ったことがさ、うん、あ、やっぱりこう負けず嫌いで、ね、根性あってやってきた人間の言葉だなっていうのは思ったよ。あれが解説席だったら、いや、ここがこうだったですねっていうのは上原は言ったと思うんだけど、はい、彼はそれをあえて言わずに勝ったことがポイントだったっていうことが、すごく俺の中では、あ、すっきりして、あ、いいコメントだったなって思うよね。そうですね、うん、でやっぱりその私がそのお仕事一緒にさせていただいた時、対談だったんですけど、おっしゃってたのが、強いチームが勝つんじゃなくて、勝ったチームが強いんですって。そう、だからそれもよく分かってんだよ彼は。だからそういう俺はコメントになったんだと思う。そうなんですね、うん、それは聞いてる人は、え、勝ったことがポイントって思うかもわからないけども、はい、その裏にはいろんな経験をし、うん、あそこの立場に立たなきゃいけない人間になって、はい、で言った言葉が勝ったことがポイント、これは俺はすっきりしてて、うん、でなおかつ重くね、はい、俺は感じたけどね。まあ、そりゃそうだよな、ごちゃごちゃ言ったって、うん、勝たなきゃ意味がない、うんうん、そうですね、勝ったことがポイントなんだっていうことがすごくなんかすっきり俺の中では腑に落ちたけどね、うん、やっぱりだからその現役時代もものすごい努力されて、ものすごい、もちろんメジャーでもね、あの胴上げ投手に世界ナンバーワンのなってますし、プラスその今野球を外から見る立場になってからもすごくこうなんて言うんでしょう、その増してきてる円熟味がという意味でもやっぱりすごい野球人ですね。だから彼はね、決してエリートではなかった、うん、そこからこう這い上がってきて、努力をして這い上がってきて、で沢村がメジャーに行った、うん、でその時のメジャーの、なんていうの、こう対談も見たけどさ、はい、いや沢村もここに立ってる自体が素晴らしいことだし、うん、大変なことなんですよっていうのを伝えようとしてたしさ、はい、だから彼はなんか人の痛みというかさ、うん、努力もそうだけども分かって喋ってるから素敵だね。そうですよね、すごい選手ファーストというか、本当に選手のことを思ってますね。そうなんだよ、うん、だから選手をもうしっかりあのリスペクトしてやってるっていうね、はい、うん、ことがすごく素敵にね、うん、思えるよね。そうですよね、うん、
そうだからやっぱりあの大谷おじさんですけど、その大谷選手もちろんプラスアルファみんな全国に取り上げますけど、それ以外の選手たちも見てねっていうのが上原さんの立場だったりだとか、いやそうだね、はい、前田健太投手もいるしとか、まあそうだね、でもそれを彼はうまく伝えていってほしいよな。そうですよね、うん、豊さんにちょっと久しく会ってないっておっしゃってたんですけど、コラボもしたいよなそうですよね、本当にね、豊さんと上原さんって でもね、うん、彼はやっぱ見せ方もよく知ってるしな、うんうんうん、でこうみんなの乗せ方も分かってるしね、うん、だからまあ久しぶりに会ってみたいね。ですよね。ちょっと豊さん、なんか逆にここで上原さんにメッセージお願いします。いやテレビでは見てるしね、コメントもチェックさせてもらってるけど、本当素敵なコメントも多くて、でやっぱ選手ファーストで、言うコメントもね、まあ、素敵だし、だ決してけなさないというか、うんうん、知った激励はするかもわからないけども、決してそういう、こう人をね、厨房誹謗中傷するようなこともなく、だすごく聞きやすく聞いてる、本当に、まあ、思い出話じゃないけども、うん、まあ、これからのプロ野球のことでもいいから、うん、なんかこう話をしてみたい男の一人だよね、うん、はい、まあ見てたら一歩ください、はい、待ってます